ね、どうですか、はい、ちょっと、まあ、ええー、まあもう本題ですよジョルジーニョはい、ちょっとびっくらこいたね。これはね。カイセドじゃないんだ。カイセドじゃないんだ、もそうだし。う 昨日のこの時間ぐらいでしょジョルジーニョの話あったんだけど俺らがさ、動画昨日上げたじゃないはい。あの時はジョルジーニョの字の字もなかったからね。そうそうそう。そうよね。まだ解説うんぬん言ってた。そう。時期なんで。バーサス解説っていうところで、ジョルジーニョについてどう思うかと。はい。担当直入に言っていいですかはい。まあじゃいろいろあるんすよ。<laughs> <laughs> 何、担当直入。担当直入に言うと、アリーベデルチっすね。 さよならっすあ、違う、ありまあまあもう本当に言うと、まあ、あり。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 めちゃくちゃいい、いい補強ですと。はい。あの、いいんですかみたいな。ああ。ジョルジーニョいただいていいんですかみたいなぐらいの感じで、うん。まずはですね、あの、嬉しさがあるなっていうふうに、はい。思いますね。そう、ありますけど、まあ、ユーローが増えたと。流れ的にさ、うん。あの、改正とかね、 はい。あのー、の流れでジョルジーニョだから、まあちょっとざわついてる人はいるかもしれませんよ。まあ実際、あの、イギリスではエドアウトがトレンド入ってるらしいです。ああ、ほんとそうそうそう。なんで解説じゃねえんだっていう、そ動起きてるんですかそうなんですよ。てか、なんでジョルジーニョね、みたいな話があると思うんですけど、まあ冷静に考えてみたら、まあ今回トースパーティー普通に生きてるじゃないですか。死んで、死んでるってあの、もうね、怪我してた話別よ。ただ生きてる上で、ジョルジーニョがサブに入る。 で、サンビルコンクが使われない場合パレス行くし、うん、っていうことを考えたら、めちゃくちゃ熱い2枚でしょ。パーティー・ジョルジオ。パーティー・ジョルジオ。普通に考えて。普通に考えて。パーティー・ジョルジでもそうだし、ジョル・パーティー・ジャカ、ジャカ・ジョルジ。ジャカ・ジョルジでも行けそうじゃないジャカ・ジョルジとかでもあるんじゃない、うん、そうそうそう。<ー>だからそういう意味で、 ジョルジーニョが控えにいて影響力あって、はい、優勝経験あるわ。け、もう何そのキャプテンシーもあるわ。はい、そんな人がサブにいてくれて流れからでも作れるしって考えて。で、お値段1000万ポンド。安いね。エラスムスでしょ、これ。まあ、普通にやることやってますよね。そう。うん、で、考えてみてください。この冬回せド、はい、8000万ポンド。うん、払えるかもしれない。来たら嬉しいけど。うん ちょっとやりすぎな額じゃないですか。まあ、簡単には。うん。できないですね、うん。で、報道あった通り、アーサルって、夏にデックランライス狙おうとしてるわけでしょうん、そう考えて、今季はトーマスパーティーも生きてることだし、一、半年乗り切る。かつ、それ以降も、えー、チームの助けになるという意味で、俺は結構エラスムスだと思いますよ。マジでこれ。<laughs> 結構エラスムスだった。結構、だいぶエラスムスだと思うね。 俺は正直、解説無理だったら来ねえと思って、ロマンドの悪口を言うだけで8時間になると思ってたから。<laughs> しっかりプラン B は。そう。用意していたっつね。そうだよね。うん、正直、解説はむずいってっていう。はい、8000万円取れるかも怪しいからね。うーん、う,う,うん、うん、うん。で、まあ、トマスパーティーのところって、最大のネックじゃないですか。間違いない。それに、を震えて、グーナーは夜も眠れないわけでしょ、いつも。間違いない。そこに、ユーロの、 あのトロフィー持ってきて、ウィースって。<laughs> 息吹が。おいおいおい、ひよってんじゃねえべ。つって。トロフィー、肩いとして風邪切って歩いてる。そうよ。そうよ <laughs> こうやって、彼、キャですから。<laughs> そういう意味では、まあ、ベストでしょ。とか、取れるんだっていうところがあるね、まず。そう、スペばっかだしね。だって、ジョルジーってまあ、怪我せんやろ。まあ、確かに。うん。いつも怪我してねえわ。そうでしょ。うだから、めちゃくちゃ、嬉しいわな、これな。<ー>俺たちのキャプテン、マルキーニョさん3 2二件、おめでとうございます。ありがとうございます。えジョルジーの PK 議会になるんですかね。 うん、そこはならないんじゃないかなっていうふうに。うん,うん。うん。まあだからこう、基本的にサカがメインだと思うんですけど、サカが失敗とか何かしらのオプションがあったらジョルジーニョ出るペギーかやるかもしれないですけど、俺多分なんねえと思うけどね。ご相談して、ジョルジー蹴るかいい,いのかいみたいになったら蹴るかもね。チームでいや多分俺サカがステップ踏むね。あ、本当あの、ジョルジーステップ踏むでサカが。あ、ぶんだ。うん、なるほど。